はい、でこのリフレクターの部分光るようにしたんですけども、これは2段階点灯で、あのポジションランプで弱点灯で、ブレーキを踏むと強点灯っていう形になってるんですけど、この弱点灯の時の明るさを好みで一応変えることができます。今ちょっと調整してみますね。調整のそのコントローラーはスペアタイヤのその部分がベスト。ああ、そのハッチモルハリアーが何ですかね、うんうん、この開けてパッと開けて小物入れみたいのが、うんうん、なかなかないんですよね。これスペアタイヤありなし設定あったよね、確か。あります。だからそれによってもまた、つける位置の場所の試行錯誤っていうのが、例えばもっと簡単な見える位置でも良ければ、あの、今そこにしまってあるけど、まあこの辺にする、この辺にするとか、そうですね、剥き出しでいろいろ、そういうのもできますね。そうだよね。それをお客さんの要望によって、こちらもそのご案内、ご提案という形で、うん。乗っ取って動けたらいいよね、うんうん、一応じゃあスイッチは今そこってこと、ね、そうですね、一応今はコントローラーボックスはここにちょっとつけたんですけど、まあ、でも見えないところでもいいんだよね。実際何回も調整するのかって言ったらそうですね、しないからしないですね、うんはあ、なんでまあ今回はここにつけたんですけど、うん、じゃあそれじゃあ調整してもらって、ちょっとこちらは移してるんで、まあ、ちょっと変わった。ああ、変わった変わった。はいはいはい。明るくなった。はい、ああ、落ちてきたね。はいはい。あと販売価はいつにしようかね。販売価そうですね。うん、定価もね。そうですね。まだ明確に。はい、あと寒冷地仕様か、仕様じゃないか。そうですね、うん、あとはまあこのレンズのユニットをやっぱ新品でご用意させていただくのが一番もちろんいいんですけども、コストがかかる。そうだよね。でその部分をどうするかっていう問題はありますね、うん、まあ、現品加工をした場合その部品代はかからないんだけど、あの施工する期間がね、そうですね、2週間から3週間ぐらいかかる可能性があるから、うん、かかりますね、その期間車が乗れなくなってしまうっていうデメリットがあるから、はい、やっぱ新品部品をもうこちらで用意させてもらって、それを加工してご来店いただいた時にすぐ装着できるっていう形がベストなのかなっていう。そうですね、それがベストですね、うん、はい、ということで今日は、80ハリアーのリアのですね CK シャドウインカーと、LED リフレクターの取り付けご紹介させていただきました。でこちらの方なんですけども、今現在はですねちょっとまだ価格等ですね決まってませんので、詳細決まり次第、SNS ですとかブログ、もしくはホームページ上でですね公開させていただきたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。